みなさ、最近の政治についてどう思う？もうね、分かってますよ！もうみんなが言いたいことは分かるよ。うん。ダイエットはって話よね。うん。5分で引退しました！ちょっとみんな聞いてよ。ダイエット成功したっていう動画この前出したじゃん。その後さ、もうダイエット成功したわ。よっしゃと思って、ちょっと頑張ってご褒美に爆食いしたわけ。それがさ、2、3日も続いたよね。でさ、その後さ、鏡見ても全然、あれ俺太ってねえなって思いながらさ、ずっと爆食い3日間くらい続けたらさ、なんと、6キロ増えてました！やったね！あ、もうふざけんなよ、ほんとにもう。うん、美味しい。いや、マジ、これ冗談抜きで美味しいわ。秘密の混ぜそば。なんか、豚鶏さゆ味は？豚か鶏かははっきりしろよ、本当に。何これ。豚って言うな！ちょっと次、ご飯行かせてんや。これ、4種のチーズチキンドリア。ちょっとこれ、温めてきます。バイバイ。はい。温めてきましたねー。どい、温めてきました。あー！転んじゃったー。はい、温めてきましたよー。ふぅー。で、行った。待って、これマジでやばい。美味しそうすぎる。見て、やばくない？このチーズドリア。あかんよ、これは。いただきまーす。ちょっと待って、スプーンの大きさミスったわ。変えてくる。先生、スプーン持ってきましたー。あー、今ので200キロカロリー消費、これであと、あと300キロカロリーでプラマイゼロ。よっしゃ、よっしゃ、来た、これ。ちょっとこいつら邪魔すぎん。ちょっと、いい加減にして。ほんとにいい加減にして。うざーいただきます、チーズドリア。やばい、これ。あ、意外とチーズ伸びひん。チキンと一緒に。やばい、これ。あっこい。あっ、熱いな、こいつ、ほんとに。すごいさ、ドリアで思い出したけどさ、最近みんな元気？舞子ちゃんは元気ん！でもさ、最近ちょっと一つ悩みがあってさ、これ冬特有なんかわからんのやけどさ、めちゃくちゃやる気が出んのよね。何に関しても。どうしたらいいんですかーん。ダイエットにしてもそうやけどさ、なんか我慢するのにすごい体勢が弱くなったっていうかさ、なんか我慢するのを最近すごい苦手になった。夏まではさ、よし、あと1日くらい頑張ろうって思ったのにさ、冬になったら、あれ、もう無理、俺から無理、もう食っちゃう、OK ってなるよね。これ俺だけですかねえ、これ俺だけですか。うるせー。うまっ。あ、ちなみにこれ全部セブンイレブンの商品です。うん。セブンイレブン。なんかでも思ったよりちょっと味が薄いかも、これ。こういう味が好きなおデブちゃんたちにはあんまりおすすめしないかも。デブって言うなー！ちょっと肉まんいっちゃおうか、肉まん。危ないよ。肉まんいっちゃおう。ちょっと肉まんいっていい？こちら、これ、今回何の肉まんか皆さんご存知ですか？はい。その通りです。ピザまんです。ピザまんってさ、嫌いな人おるんかね？絶対おらんよね。ちょっと教えてください、皆さん。嫌いな人がいたら。僕は全力で白塗りをさせに行くんで。はい。逃がしませんよ。よし、いただきます。ちょっと、断面これ。これ断面必見。断面必見これ。冷めちゃおけ、チーズ伸びんないけど、最悪。うまい。
ちょっとこのダブルガラスープの辛めに行く前に甘いもん言っていい？どうしよう、このティラミスどら焼き、やったやったね、みんなやったね。これは美味しそう。これまずかったらちょっと承知しないよ。うん、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 ね、すごいティラミスの味がするこれ。みんなこれね、辛いって思うじゃん。全然そんなことないんです。これめちゃくちゃ甘いです。うん、うん、よし、じゃあこの辛麺温めてきます。よいしょ。え、だだだだ、膝が痛いね、これ。うぅ、うぅぅ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 、助けてみんな、熱い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 、水こぼれた。あー、もうめんどくさいな、水ついてくるの本当に。まあでもいっか、水ついてくるのでカロリー消費だし、これ全部食べてもカロリーゼロキロカロリー。見てこれ、これもまた美味しそうよね。これさ、混ぜる前のさ写真撮ったんやけど、これこちら、ポン。え、これめっちゃうまそうじゃない？これやばくない？ダブルガラスープの辛麺っていうやつ。何ダブルガラスープって？え、ダブルってことは何？豚と鶏ってこと？あ、豚って言うなよ。かい。うん、あ、結構辛いこれ。でも美味しい、めっちゃ温まるわこれ。温まって脂肪燃焼効果あるわこれ。ゼロキロカロリー。やべ、喉に突き刺さった。麺が喉に突き刺さった。ラーメン行った後にこのドリア、もう最高かよ。あと、うん、やばい、結晶が取れた、最悪。お前最悪。うん、うん、オッケーよ。そう、そういえば辛麺で思い出したんやけどさ、俺マジでそろそろ引っ越そうと思っててさ、今度不動産屋さん行くんよね。さあ、ちょっと俺今不安なのが、あの騒音問題ね。いやいや、全然あのさ、俺がうるさいってわけじゃないよ。俺がうるさいってわけじゃないんやけど、うるさー。そう、俺が全然うるさいってわけじゃないんやけど、友達がさ、ほんとうるさいんよね。夜ワイ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 叫んでさ、博多のマンション借りようと思っちゃうんやけどさ、大丈夫なんかな、マンションって大声とか。そこら辺ちょっと全然わからんくてさ、やっぱマンションって結構響くんかな。ええ、俺がうるさいってわけじゃ、何こっちが真剣な話しようときにこっち見つめやがって、ほんとに。食ってやろうか、おい。トイストーリーエイリアンバニラ&チョコ。うまそこじゃねえか。もう叫びすぎて声が出んもん。え、めっちゃいい匂いする、これ。嘘。トイストーリーってこんないい匂いするん？え、ちょっとフォーク忘れたんで取ってきますね。はいはい、持ってきましたー。よし、じゃあちょっといただきまーす。あ、やべ、フォーク忘れた。スター、一番重要なフォーク忘れちゃった、ほんとに。おお、すげえ、かわいいなこれ。いただきます。うん、美味しいけどすっごい甘いよこれ。お子様向けのケーキって感じ。こんな見た目しようのにうまいな、意外に。お前よくやるな、よちよち、かわいいかわいい、よちよちよち、よち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 、あお。いや、ていうかさ、ほんと、引っ越しってワクワクするよね。最近さ、ずっとどんな部屋にしようかなとか、どんな家具置こうかなとかさ、考えてめちゃめちゃ楽しいよね、これ。わかる？この気持ち。家具をさ、IKEA で揃えようと思っちゃうんやけどさ、なんか IKEA でおすすめのやつとかありますか？いや、あの、フードコートの方です。はい。あの、フードコーナーの方であの、おすすめないですか？なんか。あの、メインそっちなんで。あの、勘違いしないでもろてですか？
いや、ごめん、これに関しては本当に教えて。なんかおすすめの家具とかあったら教えて。イケアまだ1回しか行ったことないけどさ、あんま分かってないよね。あれさ、すごい回り方難しくない？初めて行った時全然どうやって回っていいか分からなくてさ、本当に。あの、イケアそういうとこ行けんやん。うまい。ちょっとじゃあマリトッツォ行こう。そろそろ甘いものが欲しくなってきた。ヘーゼルナッツチョコ仕立てマリトッツォアーモンド入り。これね。じゃあいただきます。ヘーゼルナッツか。うん。絶対綺麗に食べれんよね、マリトッツォって。もう、助けて、ほんとに。やばい、クリーム落ちる。やばい、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 やばい。うん、でもやっぱさ、コンビニのマリトッツォってくどいね。もうこれじゃあさ、マリトッツォじゃなくてマリトッツァンやもん。うん、マリトッツォを超えてマリトッツァン、トッツァン。そして最後こちら、カオルアーモンドのカカオカカオ、カオルカカオのアーモンドチョコホイップ、いただきます。見て見てこれ、ほら、おすすめだって。え、大丈夫？セブンイレブンさん、そんな自信持っておすすめとか言っちゃって。そう、この辛口のまいこちゃんが、この辛口で有名なまやこちゃんを目の前、そんなおすすめとか言っちゃって大丈夫ですか？本当に本当に美味しいんかなこれ、本当に。じゃあいただきます。うん、美味しい。俺結構パンが好きでさ、よくパン屋さん行くんやけどさ、やっぱこれはこれでコンビニの惣菜パンも美味しいよね。うん。このジャンキーな感じがたまりません。やばい、これ。これやばい。真っ二つに割れた。あ、うまっ。最後、残ってたドリアいただきますね。ドリアもまた美味しいよね。え、ちょっと待って、ちょっと待って。え？あれ？ちょっと待って、ちょっと待って。あれ？あれ？俺？俺、ダイエット中じゃなかったっけ？